ヒューストン・パーソンはアメリカ合衆国のジャズ・サクソフォン奏者で音楽プロデューサー。スウィングやハードバップのジャンルで演奏しているが、特にソウルジャズにおいてスコブル・ラツワンの演奏家として知られる。サウスカロライナ州フローレンスに育つ。初めはピアノを弾いていたが、後にテナー・サクソフォンに転校した。サウスカロライナ州立大学に進学し、1999年には、 同大学の名誉の殿堂に登録された。米国空軍では西ドイツへの新中軍に在籍し、軍楽隊でドン・エリスやエディ・ハリス、シダー・ウォルトン、レオライトラと演奏した。後にコネチカット州ハートフォードのハート音楽大学で研鑽を重ねている。1960年代にプレスティジレコードへの一連のアルバムの録音で知られるようになった。 ジャズオルガニストのジョニー・ハモンドが九段と共演したことが、きっかけで、ジャズシンガーのエッタ・ジョーンズと知り合いになる。通説とは違ってジョーンズと結婚してはいないが、長年にわたって音楽面でのパートナーであり続け、録音や演奏、学旅など、パーソンの経歴のほとんどは、ジョーンズとの関係がとりわけ知られている。75点以上のリーダーアルバムを、プレスティッチや、ウストバウンド、マーキュリー、 サボイ、ミューズといったレーベルに残しており、現在は、ハイノートレコードと契約している。録音では、チャールズ・ブラウンや、ビル・チャー・ラップ、チャールズ・アーランド、レナ・ホーン、エッタ・ジョーンズ、ルーロ・ロールズ、ホレス・シルバー、ダコタ・ステートン、ビリー・バトラー、リチャード・ホームズらと共演してきた。特色ある小粋な音色と、表現力に富んだ、演奏様式で名高く、1982年には、 UB ブレイクジャズアワードを受賞したパリで演奏するヒューストンパーソン。ありがとうございます。